というのはね、中国の食事文化の中であまりこう冷たいものを体に入れないんですね。で、なんて冷たいことをされてくるんだろうそういうようなあのギャップが結構あります、食事の話はいろいろやってますが、パットさんはあの僕日本の銭湯とか温泉が大好きで、うん、あのよく行きますけど、はい、家族があの遊びにあの来た時に、銭湯にあの、まあ、スーパー銭湯みたいなところに連れて行こうとしたら、僕もあの弟もあの入れ墨してるから、入れ墨、うん、あの拒否されました。入れ墨は日本ではだからいい印象を持たない人がかなり多いんですけれど、いや僕のあのそういうもんなんですけど、僕はの、まあ、習慣的なものじゃない、じゃなくて、まあ 日本ね、日本が好きだからしてるんですけどそれならよく忘れないかでも僕 あのニュージャンルの先住民族のマオリの知り合いが、あのマオリの伝統的なモコという湖をして、で日本 あのわざわざ日本に来て、そういうところはすごくもったいないと。随分たくさんありますよね。木原さんどういうふうに聞かれました、今までの状況。そうですね、この違いをなんか体感するっていうことが今僕らにとっても必要なことなんじゃないかなと、うん、だからお腹減っちゃうのはもう大変だとは思うんですけど、あ、こんなに世界中にはいろんな、人がいるんだっていうことをこう知るチャンスでもあるし、2度目のオリンピックでやるべきことが少し見えてきてるように思います。田坂さんどういうふうに思われますか。柳井さんがおっしゃったように、結局皆さんが持って帰る印象っていうのは人間に対するご印象ですよね。あの時のあの店の方は素晴らしかったなとか、あのどう、できるのか考えていきます。はい、題して私の東京オリンピックおもてなし作戦。まずは評論家宇野さんからです。体育祭の裏で文化祭を、幅広いジャンルで評論活動を展開する宇野恒博さん、とりわけサブカルチャーに造詣が深いことで知られています。宇野さんの提案はオリンピック会場が集まる湾岸エリアの体育祭に対抗して都心で文化祭を開催しようというもの。イギリスがロックなら東京はサブカルチャーで盛り上がろうという計画です。日本が誇るつぶらや怪獣が立体映像や高層ビルの投影技術で夜な夜な出現、名付けて怪獣合法地帯。かわいいファッションの中心地原宿では歩行者天国で国際コンテスト、秋葉原では世界最先端の音声合成技術によるバーチャルシンガーのコンサートが開かれます。毎年50万人以上を動員する世界最大級のイベント、コミックマーケット。実は会場がオリンピックで使われ開催できないため、場所を都心に移して行います。また街中で最新技術を活用したゲームを行います。人気キャラクターを位置情報サービスによって配置、その場所に行ってタブレットやスマートフォンのカメラを起動すると、拡張現実という技術でキャラクターが出現する仕掛けです。キャラクターをコレクションしながら東京散策を楽しめます。宇野さん、はい、今こういうそのタイプのものをやるべきだっていうふうに思われた理由は何ですか。はい、そうですね、理由2つあって、1つはやっぱオリンピックってやっぱ体育会系のものなんですね。僕らみんなのお宅からしてみるとちょっとね、なんか自分たちから遠い気がするんですよ。実際僕あんまりスポーツに興味がなくて、この皆さんの前で言うのはちょっとあれで非常に気まずいんですが、どうせなんかオリンピックこんなに東京注目浴びるんだったら僕らも一緒に楽しんじゃおうということで、何かこう表の体育祭に対して裏の文化祭というのがあるといいなと思ったのが一つで、もう一つがあのクールジャパンっていう言葉ありますよね。正直空回りしてるところはあるんですよ。なんとか日本のコンテンツを漫画やアニメやゲームを海外に持ってこうとしてるけど、いまいちうまくいってない。そこで実際にサブカルチャーのね、こう本場であるところの東京に外国人観光客とかいっぱい来るこのタイミングでガンガン僕らと一緒に楽しんでもらおうと、そうすることで実際に体験して持ち帰ってもらおうという、まあ、この2つがね考えた理由なんですよね。なるほど、外国の方に聞いてみましょうか。
はい、エリカさん。オリンピックに興味がない方々でも遊びに来るんではないかと私は思います。最近やっぱりサブカルチャー、まあ、アニメ、漫画ですね、まあ、いろいろそういうのをすごいもう、まあ、ブーム、インドネシアで。そうなんですね、まあ、私もあの同じ系列だと思うんですけど、漫画を描いてるものなのであの私も結局漫画が入り口だったんですよね、日本への。漫画とかコスプレとかあのいろんなキャラクターとかアニメ何でもいいんですけども、を通して結局その本当じゃないんだけど、あのクールジャパンじゃない日本の方にも興味を持ち始めたんですよね。年配の方に聞いてみましょうか。あの僕実は AKB も好きだし、ハッタムも好きだし、ちょっと喋れないですけど、そうですか。だから僕はタイで教えてた時もですね、インターネットでやっぱりその2グループはものすごくアピールされたし、行くんだったら私も連れて行きますけどね。ちょっといいですか。はい、あの日本は昔からクールだったと思いますよ。あの日本の昔なあの長野の祭り文化だとか、その先住民族のアイヌの踊りとか琉球の音楽とかすごくクールだと思いますし、外国人があのそれを見たら喜ぶと思うので、最近のサブカルチャーのクールだけじゃないあののが大切だと思います。で私もでもあのやっぱり中東の人間からしますと、やっぱりおしんとかを見ているのもそうなんですが、もともとの日本の昔ながらのその生活習慣だったりとか、そこのそのバビサビでしたりとか、もったいない精神もそうですけども、そういうものを見てきているので、なんかその昔にあえて原点に戻る文化を改めて発信した方がいいんじゃないかと。はい、続いてはオリンピックを通して被災地の復興を世界に発信しようというプランです。提案者は福島ご出身